プロフットボールウィークリーはアメリカのスポーツ雑誌。イリノイ州リバーウッズに本社を置くプロフットボールウィークリー LLC が発行していた。1967年に創刊した雑誌は2013年に廃刊し46年にわたる歴史を閉じた。1967年にシカゴでアーサー・アーカッシュが彼の他に従業員は募記をする彼の母親一人で 雑誌は創刊された。アーサーは1979年に亡くなり、その後、ハブ・アーカッシュと彼の兄弟団が後を継いだ。1970年代、1980年代に NFL の人気が急上昇すると雑誌は象徴的なブランドになった。ESPN やデジタル時代が到来するまで雑誌は NFL 各チームの幅広い情報や分析を アメリカンフットボールファンに提供し続け、地元チームに焦点を当てたメディアや、全米のメディアを補完する存在であった。アーザーの息子、ハブ・アーカッシュが35年にわたって編集長を務めた。25年にわたって、シーズンプレビュー雑誌、ファンタジーフットボールガイドでトップの売り上げを誇った。2010年、200万ドルの資金を新たなデジタルプランに投資した。その結果、 サイトへのアクセスは3倍にもなり、モバイルサービスへの登録者は130万人となり、ビデオ映像の再生回数は1500万回から1800万回に及んだ。その反面、出版不況の影響を被り、誰もが無料のサービスを好むようになり、計画の10%の売り上げしか果たせなかった。2013年、 アーカッシュがウェブサイトで資産14万3000ドルに対して負債が850万ドルであることを明かした。最後の5年間にはデジタルメディアの登場もあり急速に会社の財政が悪化したという。ありがとうございます。